から内閣委員会を開会いたします委員の異動についてご報告いたします昨日までに吉田忠智君有村晴子君および柴田匠君が委員を辞任されその補欠として尾沼匠君前立庄司君および金子道人君が選任されました理事の補欠選任についてお分かりいたします 委員の移動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますのでその補欠選任を行いたいと存じます理事の選任につきましては選例により委員長の指名にご一人願いたいと存じますがご異議ございませんかご異議ないと認めますそれでは理事に尾沼匠君を指名いたしますこの際小倉内閣府特命担当大臣から発言を求められておりますのでこれを許します 小倉内閣府特命担当大臣子ども政策、少子化対策、若者活躍および男女共同参画を担当する内閣府特命担当大臣として一言ご挨拶を申し上げます。本年4月1日、子ども家庭庁が創設され、併せて子ども基本法が施行されました。常に子どもの視点に立ち、子どもの最善の利益を図るための司令塔となるよう、全力を尽くしてまいります。子ども家庭庁において、ライフステージや地域の実情に応じた総合的な少子化対策。 保育の受け皿確保や幼稚園教諭保育士等の処遇改善、児童虐待防止対策、一人親家庭への支援、子どもの貧困対策など、これまで各省庁が行っていた施策を一元的に担ってまいります。また、子どもや若者の意見を政策に反映するための仕組みの構築、就学前の子どもの育ちの保障、子どもの居場所づくり、いじめの防止に向けた体制の整備、送迎バスの安全装置の義務化、 子ども関連業務従事者の性犯罪歴等確認のの仕組みの導入に向けた検討など、これまで省庁間、制度間の狭間に陥っていた課題や新たな政策課題に取り組んでまいります。特に子ども家庭庁の創設とともに、他省庁から移管された事務については、しっかりと引き継いでまいります。具体的には支援が手薄な0歳から2歳の低年齢期に焦点を当てた出産・子育て応援交付金の実施、産後ケアの充実、 保育や放課後学児童クラブの受け皿整備や質の向上、子ども家庭センターの設置による子育てに困難を抱える世帯やヤングケアラー等の支援、児童虐待の発生予防や発生時の迅速的確な対応、社会的養育の質の向上、社会的養育経験者の自立支援、児童発達支援センターを中核とした地域における障害児の支援体制の強化などに取り組んでまいります。そのの際、何よりも大事にしたいのは、 子どもや若者、子育て当事者、現場の方々の意見です。子どもの最善の利益の実現を図る観点から、子どもや若者、子育て当事者、現場の意見を政策に反映してまいります。本年1月以降、岸田総理からの指示を踏まえ、私のもとで開催した関係府省会議において、学識経験者や若者、子育て当事者など、幅広い関係者からご意見を伺いつつ、議論を重ね、3月31日に、 子子ども子育て政策の強化についての試案を取りまとめました。試案の中では、特に今後3年間で集中的に取り組む子ども・子育て支援加速化プランを掲げており、その具体化に向け、総理の下でさらに検討を深めることとしております。6月の骨太の方針までに、将来的な子ども・子育て予算の倍増に向けた大枠を提示できるよう取り組んでまいります。 子ども基本法に基づき、子ども施策を総合的に推進するための子ども対抗を策定いたします。従来の少子化社会対策対抗、子ども若者育成支援推進対抗及び子どもの貧困対策に関する対抗を一つに束ね、子ども施策に関する基本的な方針や重要事項を一元的に定める、我が国初の対抗となります。今後、内閣総理、内閣総理大臣を長とする 子ども政策推進会議を開催しつつ、さらに子ども家庭審議会において、子どもや若者、子育て当事者、関係者の方々の意見を聞きながら、秋ごろの閣議決定を目指して、具体的に議論を進めてまいります。古賀委員長をはじめ、理事、委員、各位のご理解とご協力をよろしくお願いを申し上げます。政府参考人の出席要求に関する件についてお分かりいたします。 内閣の重要政策および警察等に関する調査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、内閣官房新しい資本主義実現本部事務局次長、松浦克美君ほか19名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご意議ございませんか。ご意議ないと認め、採用決定いたします。内閣の重要政策および警察等に関する調査を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次ご発言願います。<上>山田太郎君、住民との山田太郎でございます。あの、まあ4月1日からですね、子ども家庭庁創設、そして子ども基本法がですね、まあ始まったということであります。 思い越せば2021年ですね、まあ党内でもう散々いろんな議論をしてまいりました。そして、去年2022年ですね、この国会、特にまあ内閣委員会ですよね。この内閣委員会でですね、設置法の話、それは基本の話、相当時間を取ってですね、やってきて、そして今日を迎えた、大変感慨深けでございます。あの、本当にですね、あの、これまで岸田政権、そして小倉大臣の先頭にですね、本当に現場にですね、足を運んでいただいて、 えー、子どもたちの声も聞きながら、ですねあのいいものを作ってるなというふうに思いますが、えー、基本的に、まあ、これから大切なのは、その中身でありますけれども、まあ、一つはですね、政府の方がいわゆる異次元の少子化対策というののたたき台というのを出されました、それから何にも大事なのは、これからそう作るだろう子ども対抗だと私は思っております。 あの骨太の議論がです、ね、非常に多いんですが、これはあくまでも1年間のです、ね、どうやるかという政策を反映するものでありまして、やはり子ども政策、3年から5年以上かかる、足が長いものもあります、えー、そういった意味でそこにしっかり書き込むと、同時にです、ね、もう一つ大切なのは、今回の叩き台も、これから作られる対抗もそうなんですが、やはり私は工程表をちゃんと作らなければいけないんじゃないかというふうに思っております。 あの晴れの門出で申し訳ないんですけれども、メディアからはですねあのいろんなものは出てるんだが、これは単なるメニューではないかと、まあ、こう言われてしまう嫌いもあります、それは当然でありまして、というのは、まあ、いろんな子どものです、ね、課題をですね上げていけば、もうたくさんあるわけでありますから、結局、ですねメニューなように見えてしまう、ただこれが単なるですねメニューで終わるかどうかということは、やるかどうかだけなんですよね。 まあそういった意味では、ですね、誰がいつまでにやるのか、この工程表作りが実は大変重要だと私は思っております。実は私が前ですね、デジタル大臣政務官だったときに、あのデジタル庁の重点計画というのを、私が責任者で庁内で作らせていただいているんですが、そこはいろいろ庁内でも県県学が議論がありまして、きちっと工程表を作ろうと。 いうことで3年、5年の足にわたってです、ね、すべて細かいレベルで、責任者とです、ね、それから日程まで,です、ね、入れて作りました、まあ、それによって、省庁、それからやっぱり行政、動くんだなということを実感しております、ぜひ、えー、子ども家庭庁の中でもです、ね、この叩き台にです、ね、終わらず実行される、そして、対抗がです、ね、しっかり意味があるものになるようにです、ね、対抗自身は秋まで作るということでありますが、必ず工程表を入れるということを、大臣のお願いしたいと思います。 についていかがでしょうか。小倉内閣府特命担当大臣。はい、あのまず山田太郎委員におかれましては子ども家庭庁補足に当たりまして、えさまざまご尽力をいただいたこと感謝を申し上げたいと思います。え公定表についてお尋ねがありました。えまずあの今般の試案まあ戦旗台においてえ掲げた子ども子育て支援加速化プランにつきましては。 今後3年間の集中取り組み期間における実施状況や取り組みの効果等を検証しつつ施策の適切な見直しを行い PDCA サイクルを回していくことといたしております今後総理の下で子ども未来戦略会議を設置をし必要な政策強化の中身予算財源についてさらに具体的な議論を深めることといたしております 加速化プランの個別政策の実施時期やスケジュールにつきましては、同会議での議論などを経て定まっていくものと承知をしております。続きまして、子ども対抗に定める子ども政策については、原則として具体的な目標とその達成期間を定めることとされております。山田委員ご指摘の有識者会議第二次報告書におきましては、子ども対抗の対象となる期間については、既存の子ども関連の三つの対抗と同様に、 概ね5年をめどとし、目標の達成状況や施策の進捗状況、施策の点検、評価、改善、実施を行う、いわゆる PDCA サイクルを構築することが求められていること、また子ども対抗の進捗を子ども家庭審議会において点検、評価、公表し、その結果を踏まえ、毎年子ども政策推進会議において、子ども対抗に盛り込まれた具体的な施策を改定し、 関係省庁において実行するなど、対抗の期間内においても、継続的に施策の点検と見直しを図ることで、時々の社会情勢に即して柔軟に PDCA サイクルを回していくことが重要であることとされております。え子ども対抗に定める子ども施策につきましては、報告書のこうした指摘を踏まえ、今後具体的な進め方について議論していきたいと思っております山田太郎君、はい。ありがとうございます。 さすが小倉大臣ですね、EBPM についても専門家だと私は小倉大臣思っておりますので、これはさすがにですねご自身の省庁なので、しっかりやるだろうと。 思ってて期待しておりますもう一つ、ですね予算であります、あの倍増の話がですね出るんですが、私はまあ倍増は倍増で,で、すね家計あの日本のですね子ども、えー、あるいは家庭関係支出がですね少ないということはそのとおりで、倍増というのは大いにやるべきだと思うんですが、ただ問題は、ですねこれまでですねどこに何にお金を使ってきたのか、まあ、そういうのがですね大変政府の中で、えー、と不明だと思うんですね。 あの例えばいじめならいじめっていう対策についてどれぐらい使ってきたのか、不登校な不登校対策でどれぐらい使ってきたのか、特にです、ね、地方の方にですねまに、あ、お金がです、ね、いろんな交付金等を含めていってしまいますと、まあ、あの予算の紐付けというのは難しくできていないということでありますが、私はまずです、ね、こ,のこれから対抗を作って、それの施策について予算をまあ当てていく、それが結果として倍増になる、ならないというところを含めてですね、 過去どういうものに何に使ってきたのか、どういう法根拠でもってやってきたのか、この整理はですね私は急ぐべきなんではないか、それに基づいて、もうちょっとここには当てようとか、ここはあまり効果がなかったんで、こちらを重点的にやろう、こういったことになると思っておりまして、そのあたりのですね予算のですね検証の方法、それから予算の作り方というのもぜひですね工夫していただきたいと思いますが、大臣、いかがでしょうか、はい、小倉大臣。 はいあの子ども対抗は従来の少子化社会対策大綱、子ども若者育成支援推進大綱、子どもの貧困対策に関する対抗を一つに束ね、 子ども政策に関する基本的な方針や重要事項を一元的に定めるものであります。これまでの三つの対抗につきましても、それぞれ目標が設定され、進捗管理がなされてきたところであり、先般取りまとめられた子ども政策の推進に係る有識者会議、第二次報告書は、三つの対抗の進捗と成果を踏まえて取りまとめられております。今後、内閣総理大臣を長とする閣,閣僚会議であります、 え、子ども政策推進会議を開催をした上で、え、子ども家庭審議会において報告書における検証結果を踏まえつつ、え、子ども対抗の策定に向けた検討をしっかり、あの、本格化をしてまいりたいと思います。え、なお、あの、子ども政策は、あの、多岐にわたりまして、ま、国に、政策、国の政策にとどまらず、え、地方自治体が実施する政策まで含めて、え、分析検証することは、え、多大な事務コストを要しますことから、あの、その必要性については、 慎重な検討が必要ではないかとは考えておりますが、まあ、他方で、あの、私、何度も申し上げておりますように、 え、子ども政策の強化においては、まあ、国と地方というのは車の両輪であります。で、地方自治体においても、まあ、今、あの、e、EBPM を推進してくださっている自治体、先進的な取り組みをしてくださっている自治体、え、多数ございます。え、子ども家庭庁発足後にも、え、国と地方との定期協議の場も設けさせていただいておりますので、まあ、こういった、あの、自治体における様々な、あの、e、EBPM の知見、まあ、しっかりあの、子ども家庭庁としても取り組みながら、より、あの、実効性のある子ども政策は何かを考えていきたいというふうに思っております。 山田太郎君 はいい、えー、ありがとうございますあの子どもたちはですね決して長田中や河津面積でいるわけではありません、やっぱり自治体の、自治体にいますので、えー、しっかりそこをですねあの子ども家庭庁を作ったということは、どこの地域に生まれようと、どんな環境にやろうと、ですねユニバーサルサービスとしてです、ね、子どもたちが守られると、すくすく育てられると、まあ、こういう環境を作るということが前提でありますから、しっかりそこも国とですね地方との連携を図っていただきたいと思います。えー、さてでで、ね、ですすすねねね次は不適切指指導導いわゆる指導士とです、ね、ブラック拘束等に についいいいてて少し議論させたただきたいと思いますあの、まあ、現在、文科省ではです、ね、子どもの自殺が起きたときの背景調査の指針というのを出しているんですが、まずあの、えー、背景調査というのはです、ね、自殺または自殺が疑われる死亡事案に関しては、 全県をです、ね、一ずれですね、基本調査するということになっています。遺族との関わりですとか、いろんなです、ね、記録の確認、教員からの聞き取り、それからです、ね、亡くなった子どもと関係の深い声の聞き取りと、まあ、こういうのがあるんですが、設置者、ですね学校等教育委員会はです、ね、今度はその基本調査を受けて、詳細調査に今、移行するかどうかということが判断されます。でそしてですね この意向調査に行きますと、自殺に至る過程をです、ね、丁寧に調べたり、自殺に含まれた心理をです、ね、解明したり、それによって再発防止等をです、ね、しっかり打ち出していくと、それから外部専門員がついていくと、まあ、こういうことになるわけですね。 でそういった意味で、基本調査、つまり背景調査から、基地と詳細調査が、まあ、行われているかどうかということが、すごく大事なんですが、残念ながらです、ね、この指導士というような、まあ、先生の行き過ぎた指導によってです、ね、亡くなった親御さん、えー、まあそういった方々の話を聞くとです、ね、どうも、えー、アンケートが詳細調査のようになってしまっていてです、ね、それ以上です、ね、第3、第2のような調査は行われていないという嫌いがあるのではないかと。 それから不適切切度で子どもが亡くなった場合、ですね、まあ、いわゆる指導者でありますけれども、詳細調査がまあ行われているはずなんですが、まさにこのアンケート調査は、ですね、詳細調査に当たるのかどうか、ご回答をお願いします。文部科学省学習基盤審議官、寺門君。お答えを申し上げます。委員がくださいまましした文部科学省におきましては、 子どもが自作の時の背景調査の指針というものを定めてございます。でその調査の目的を、まず、真の専門家など、外部の専門家を加えた調査組織において、事実確認の、関係の確認のみならず、自作になる過程を丁寧に探ること等を示してございますで。この詳細調査の実施に当たりましては、調査の手段としては、指針におきましても、アンケート調査ということは入ってございますけれども、いずれにいたしましても、寛容なことは、この調査の指針に沿いまして、 遺族のご要望を踏まえまして調、詳細調査の目的を達するように、アンケート調査に限らず、聞き取り調査を行うなど、真意を踏まえた適切に調査いただく必要があるというふうに考えている山田太郎君。もう一度確認しておきたいんですが、アンケート調査が詳細調査ではないということですねちょっとそこだけはきちっと答弁くださデラカド学習基盤審議官。答えを申し上げます。アンケート調査のみをもって、や調査る詳細調査をするということではございません。 山田太郎君、次にですね、遺族がですね、えー、詳細調査を希望した場合に設置者がですね、それを拒否することは許されるのかどうか、えー、仮にですね、実際に拒否された場合、文科省はどのように対応するのか、端的にお答えいただけますでしょうか。寺門学習基盤審議官、お答えを申し上げます、えー。基本的にこの指針に基づきまして調査詳,、えー、詳細調査を行うということは。 ご遺族の要望等がある場合でございますので、基本的にはこの指針に従って、えー、対応をいただくことが可能だと思ってございますで、仮にこういったものについて、今、委員ご指摘のような事案があった場合には、各学校、教育委員会等に応じまして、学校、接種者等に対しまして、状況を見ながら、文科省が直接に指導上限を行うということを考えてまいりたいと、また現に行っているところでございます山田太郎君。えとこれもです、ね、きちっと確認したいんですが、遺族が希望した場、あの詳細調査を希望した場合には、接種者はそれを拒否できないんだと。 いうことを改めて確認したいんですがこれいかがでしょうか寺門学習基盤審議官お答えを申します、えー、設置者等におきましては基準に従って適正に対応していただきたいというふうに考えているところでございます山田太郎君 ただ、残念ながらですね私があのお会いした指導者の親の会の話によるとですねこれまでお会いした方で子どもが自殺で亡くなった親御さんはですね結構いるんですけども背景調査の指針の存在学校からさらされたということをですねした人いないんですよね。 でですね遺族同士とかですね弁護士に教えてもらって、初めて知ったというのが現状であります、いじめに関しては、ですね今般、ですね子ども家庭庁に全権報告されるような仕組みになってきてるんですが、どうして指導士に関してはですね報告義務がないのかと。 指導者をなくすためにはです、ね、調査の報告書の文科省への提出をです、ねまあ、義務付けたりです、ね、調査の徹底を図るべきだと思います。あのそうでないとです、ね、結局、学校だとかです、ね、教育委員会の中で、まあ、一種隠蔽されてしまうと、えーお、親御さんたちもその仕組みを知らないわけですから、希望がなかったのだということで、片付けられてしまうというのは、まあ、とんでもない話でありますので、そのあたり、えー、ご回答お願いします。寺門学習基盤審議官 答えを申し上げます。えー、文科文科学省におきましては、まず、毎年実施をしてございます、児童・生徒の問題行動庁に関する調査におきまして、児童・生徒の自殺視察ですとか、その状況につきまして、報告を求める、全体的な傾向を把握してございます。さらに、えー、これだけではあ十分ではないというご指摘等もございましたものですから、えー、昨年の5月から、新,新たに教育委員会にと対しまして、えー、詳細調査を実施する場合の事前の連絡と、それから、 調調査査が終了したた際ののの報告といいうのを新たに求めてございますこういった取り組みを通じまして、しっかりと党が事務連絡の周知を図りまして、委員ご指摘のようなことがないようにです、ね、再発防止の取り組みが出されるように取り組んでまいりたいというふうに考えているところでございます山田太郎君。ちょっとこれ、すみません、あの質疑のです、ね、通告がないんですけど、ちょっと大臣にです、ね、簡単なことなんでお話ししたいんですけども。 あのですね子どもが亡くなったときにです、ね、一応、ですね児童・生徒の自殺が起きた時の背景調査表というのは、無記名でこれ、実は作られるんですね。でただ、これ、一応、教訓会から文科省に提出されることになっているんですが、実際にはですね自殺が起きたにもかかわらず、まあ、文科省に提出されていないと、まあ、こういった事件がありますえ、遺族に確認がないままですね学校判断で提出されているので、指導者は不明とかですね。 家族本人要因にされてしまっているのではないかと、一度、ですね平成25年にですね分析をしたことがあるんですが、これ以降、あないんですで、やっぱり子ども、私自身はですねこの子ども家庭庁作った一つの目的は、この国では基本的に子どもは死なないのだと、亡くならないのだと、えー、いうことを目指して、ですね例えばチャイルドレスレビューのようなですね議論もされていますから、特にですね若い子の死因がですね自殺であると。 まあいいううこととはでですすねねやっぱおかしいと思うんですよ、ね、でそれをなくしていくためにも、私は全県調査というものをですねしっかりやるべきだというふうに思っております、CDR 等に関してもですね検討していくということを明言されておりますので、ぜひ大臣、ここはですね、えー、子どもたちの自殺ということがですね事件として起これば、学校内であると何であろうとですね調査される、そうすれば指導者の問題もですね考え方変わってくると思いますので、ぜひご答弁いただけないでしょうか小倉大,大臣。 はいあの子ども家庭庁の使命というのは、えー、誰一人取り残さない、まあ、しっかりきめ細かい支援を行うこと、まあ、そして、えー、子どもの最善の利益、まあ、一番の利益は、子どもの命安全、しっかり守っていくことであります。まあ、当然あの、これまでの議論の経緯もあります、さまざ、あ、まな実務上の課題もあるとと思いいいます、まあ、文部科学省と、まあ、連携ををしなながら必要な検討を行っていきたいと思います。 山田太郎君。はい、いありがとうございます、まあ。学校の中でですね、情報を閉じないという意味でも、え子ども家庭庁とですねえ、文科省が連携してですね、対応していただきたいと思います。え次は、ですね、ちょっと子どもの生きにくさということで、昨今、ですね、ブラック拘束と引きこもりの問題ということも、えー、話題になっております。えー、政府としては、ですね、この引きこもりの原因についてどう認識しているのか、ブラック拘束をですね、盲目的に押し付ける教師の指導がまあ一つの原因なのではないか。 えーまあ、そういう指摘もあるんですが、その、えー、いわゆるご回答と、それからですねそもそも、ですね文科省はこれまで校則について、ですね各教育委員会に実地調査をしたことがあるのかどうか、併せてご回答お願いします寺門学習基盤審議官。お答えを申し上げます、えー。引きこもりにつきまして、その状態のある方々の背景などについては、さまざまであるというふうに承知してございますが、ご指摘のこの校則につきましては、文部科学省いたしましては、校則が児童・生徒のより良い成長のための、 行動の指針として機能するように、地域の状況、時代の変化等を踏まえました、普段の見直しを行うことが必要であると考えてございます。昨年12月には、生徒指導提言を回答いたしまして、校則の指導に当たりましては、校則を守らせることばかりにこだわることなく、何のために設けた決まりであるか、教職員がその背景、留意について理解することが重要であること、児童、生徒が主体的に見直しに参加することに、身近な課題を自ら解決するといった教育的意義があること、 拘束の内容を学校内外のものが参照できるよう、学校のホームページ等に公開していること、また、拘束見直し際のプロセスを明確化にすることの配慮が必要であること等の記載を新たに盛り込んでございます。引き続き、拘束のこの意味、見直しの必要性については、周知して,て図ってまいります。また、えー、二つ目の実態調査ということにつきましては、文部科学省におきましては、全国的な拘束の,の状況というのを網羅的に把握をしているわけではございませんけれども、 先ほどの生徒指導提容等でも述べましたとおり、高速のその意義等に考えまして、全国の教育委員会の生徒指導担当者の集まる連絡会におきまして、各地の高速見直しに関する取り組みを収集し、いわば工事例としてご展開を図ってございます。でこの中例えば、教職員、生徒、保護者等の話を移した点検を促していること、実際にその2ブロックの禁止等の項目を廃止する、また高速の見直しとホームページの公開を促して、 えー、一定の,その届出等の廃止を行い、県内すべての県立全日制の高校で、高速ホームページに公開するといった取り組みというのを収集し、承知をしてございます。文科省いたしましては、こうした取り組み事例というものを収集する、この点について実態というものを踏まえながら、う事例を横、えー、全国的に展開をして、高速の正しい見直しというものについて促してまいりたいと、このように考えております。 山田太郎君時間内で最後の質問だと思います。発達障害ととその支援というこを持つ子どもの数に関してです、ね、政府がどれだけ把握しているのか、文科省さん、厚労省さん、ご回答をお願いします。えー、そしてです、ね、こ、まあ、ども庁では司令塔としてです、ね、この発達障害についてどういうふうに対応していこうとされているのか、併せて大臣にもお伺いしたいと思います、えー、寺門学習基盤審議官お答え申し上げます。 文科省いたしましては、発達障害のある子どもの数そのものを把握してございませんけれども、発達障害のある子どもの中には、大部分の授業を在籍する通常の学級で受けながら、一部の時間で障害に応じた特別な指導を行う通級指導を受けている場合がございまして、この通級指導を受けている小・中・高・同学校の児童生徒数は、令和3年の時点で約10万人いるというふうに把握をしてございます。次に厚生労働省社会援護局障害保険福祉部長、逸見智君。お答え申し上げます。 発達障害を持つ子どもの数につきましては、増加を具体的に示すデータを現在持ち合わせていないところでございますが、令和元年度に行いました調査において、児童発達支援や放課後等デイサービスといった障害児の通所支援を利用している障害児の4割弱が発達障害であるとされており、こうした通所支援の利用者数は年々増加し、令和元年51万,年あ51万人であったところ、令和3年度では62万人と増加しており、これに伴い発達 障害児のの数もも増加してているものと考えておりますこうした状況の背景としては、発達障害に関する社会的認知が進んだことと合わせて、発達障害を持つ子どもと家族の支援ニーズが広がり、これらを支える障害福祉の支援体制が充実してきたことがあると考えているところでございます時間となっておりますので、簡潔にご答弁願います。小倉大臣、はい 子ども家庭庁としては、発達障害の子どもとその家族を気になる段階から早期に切れ目なく支援するため、児童発達支援センターを中核とした地域における障害児の支援体制の強化に取り組むとともに、厚労省や文科省等の関係省庁の連携を確保し、各自治体において個々の子どもと家族のニーズに応じたきめ細かい対応がなされるよう、しっかり取り組んでまいります。 おままとめくださいいい山田太郎君はい、ありがとうございますあの、まあ、厚労省さんですね障害をですね大人と子どもで分けてこなかったんですね、でそれからですね文科省さんは、ですね教育と福祉の連携って取ってこかなかったんですね、そういう意味で発達障害の議論に関しては、完全に落ちてしまっています、子ども真ん中ということを考えた場合に、非常にこれ、大きな問題だと思いますので、各省庁、ですね特に子ども家庭庁を中心に合わせて対応していただければと思ってます。質疑これで終わりりまますありがとうございました